タイムマシンとは、時間の流れを超えて、未来や過去へ旅するための架空の機械のことである。タイムマシンは、サイエンスフィクションなどのフィクション作品で、タイムトラベルをするための道具として登場する。ストーリーの鍵となったり、作品中で小道具、大道具として利用されることもある。スペインの作家エンリケ・ガスパール・イリンバウ。 エンリケ・ギャスパー・ワイ・リンバウが1887年の作品にいるアナクロナ、P ・ピーとアナクロノ・ペテーで登場させたものが最初であったのだが、これはあまり有名にはならなかった。また、この作品では未来へ行くという概念は出てこない。時間移動を最初に描いたのは、マーク・トウェインが1889年に発表した長編小説アーサー・オー・キューテイのコネチカット・ヤンキーとされるが、 マシンは出てこない。当時のアメリカ社会を批判することがテーマだった作品だった。この作品でも未来に行くという概念はない。一般には1895年に H.G. ウェルズが発表した作品ザ・タイム・マシン、タイム・マシンに登場したタイム・マシンが人々に広く知られることになり、様々な作品に影響を与えた。この作品のタイム・マシンは過去にも未来にも行くことが可能で、 時間を移動するが場所は移動しないという設定になっていた。またウェルズはアマチュア時代の1888年にも時間を移動する機械が登場する字の探検家たちという作品を書いている。H.G. ウェルズの作品は何度も映画化された。H.G. ウェルズの作品以来様々な小説でタイムマシンが登場している。またそうした作品の中には映像化されているものも 多数ある。バックトゥザーフューチャーに登場したデロリアン。作中1 4 0トルを超える速度で走行するとタイムトラベルするという設定になっている。1985年の米国の映画バックトゥザーフューチャーでは銀色の自動車デロリアンを改造したタイムマシンが登場し、高校生の主人公マーティが30年前に タイムトラベルし自分の父と母を結びつけるという物語で全世界で工業的に成功し第3作まで作られた。日本の様々な作品でも多数登場しているが日本のアニメについても言及しておくと例えば有名どころではドラえもんの主人公ドラえもんがタイムマシンを所有していて副主人公のび太もそれのおかげで 時間の旅をするという設定になっている。魔法の絨毯のような形状で何度も登場し、また、いくらか異なったタイプも登場する回もある。日本記号学会は2011年1月に、第1回目の2月には、第2回目のタイムマシン、タイムトラベル研究会を開き、映画、小説、漫画などでタイムマシンやタイムトラベルが、 どのような表彰として扱われているか、現れているか、といったことについて意見を交わした。携帯での分類移動方法での分類タイムマシンの時間移動方法で分けると以下のようなタイプがある。悪空間や四次元空間を経由するタイムマシンの場合には、目的地が水中、空中など地上である保証はないため、事前の状況把握や時間と位置の同時移動が重要となる。 タイムトンネルでは転送の際には目的地の状況を過去文献等で確認するなどの事前準備を行っていた。タイムマシンが地球の重力に縛られている保証もないため地球の時点や光点、銀河系レベルでの移動の影響なども SF 設定上の議論になることも多い。イギリスのジェニー・ランドルズの話によると世の中にはタイムマシンを本気で実現しようと思って研究している。 自然科学者もいる、とのことである。また、カリフォルニア工科大学のキップソーンは1988年に通過可能なワームホールを考察し、漁師の泡から生まれるワームホールを広げて利用する時間旅行の概念を発表した。過去へ遡るアイデアは、基本的には現代で認められている物理学を使って論じられているが、物質に対するエネルギー的な過程や、 時空のトポロジーの変形など、現代の技術ではすぐには対処できないような仮説の上に成立している。タイムマシンができて未来人が旅行している世界と現在の未来人が旅行していない世界が別々の宇宙に存在していると考えれば、これまでの議論に矛盾は起きない多世界解釈を用いれば、タイムマシンの出現に矛盾は起こらず、実現の可能性は残されている。 詳細は、英語版のロナルド・マレットの項目を参照。コネチカット大学で行われている、高出力レーザーを用いた時間素行実験である。複数の高出力レーザーをリング状に配置し回転させることにより、一方、高性リングレーザーによる弱い重力場を生じさせることにより、回転している中性子が結果として生じる重力場の周りに引かれると予測される、 疑似的なブラックホールの外周を形成させることにより、中性子が結果として生じる重力場を利用し、素粒子を過去に転送することを試みる実験である。素粒子に情報を乗せて、過去へ送る、実験の計画もあり注目されている。図に、二つの宇宙紐を利用したタイムトラベルリチャードゴットは、宇宙の初期に作られた可能性のある紐状のエネルギー体である、宇宙紐を二つ利用する。 タイムマシンの仮説を発表している。直線上に伸びた宇宙紐の周囲は、その莫大な質量により、空間が極端に歪みくさび状に切り取られたのと同じ効果が発生する。この空間を通過する場合、切り取られた分だけ空間が短くなっているために見かけ、上高速を超えた運動が可能になるが、ゴットの仮説では、この性質に加えて宇宙紐が運動している場合に起こる。 時間の遅延を利用している。二つの宇宙紐はそれぞれ BC 間、EF 間の空間を切り取っているため、この空間を通過すると360以下で周回することが可能である。とが静止している場合、BC 間、EF 間の通過時間は0なので、B と C、E と F はそれぞれ同時刻である。 この仮説ではとが、それぞれ A と D 方向に運動していることを前提としているため、この空間を通過すると相対性理論により時間が遅延するが、通過時間は0であるため通過時刻が突入時刻の過去になる現象が起きる。3時に A 地点を出発したロケットは B に4時に到着する。移動する宇宙紐で切り取られた空間を通過するため、C での時刻は1時である。 D 地点を経由し、E23 時に到着する。移動する宇宙紐で切り取られた空間を通過するため、F での時刻は0時である。ロケットで周回し、A 地点へ戻ってくるが、時刻は出発した時刻より、前の1時であり、過去への時間旅行が成立する。動いている物体の中では、静止している物体に比べて、時間の立ち方がわずかに遅くなる。 例えば、新幹線を使って、東京から博多まで行くと、博多に着いた時10億分の1秒だけ未来に行くことができる。つまり、タイムマシンは、新幹線という形で実現している。ただし、タイムマシンは使わないが、タイムトラベルを扱っているとみなせる物語はそれらの作品以前にも存在する。ジェニー・ランドルズは、イギリス人だが、日本で言うと、UFO などの話ばかり。 年中追いかけているような変わり者のようである。工事園第6版、タイムマシン、ジェニー・ランドルズ、タイムマシン開発競争に挑んだ物理学者たち日経 BP 社、2007、自由研究、君もタイムマシンに乗っていた光と時間の不思議。リセマム、2020年5月16日へ閲覧。ありがとうございます。